小状草は、東大草か東大草属の一年草。下季に、蝶部の包葉が赤く色づき、園芸用に栽培されるが、世界中の熱帯を中心に気化植物としても分布を広げている。赤く色づいた包葉、ハテクサは50センチメートルから1メートル前後。原産地をはじめとした、熱帯地域では、多年草であるが、日本では一般に春巻の一年草として扱われる。 茎は直立する。下部の形容は互生し、卵形で、長さ3から10センチメートル、幅1から5センチメートル。茎の先端に肺状花状を周産状につけ、花状に近い包容は耐性し、独特のバイオリン状の形をしており、基部が赤く色づく。花は小さく目立たないが、この赤い葉を楽しむために、花壇用に栽培されたり、切り花に用いたりする。双方体は、 普通1から2個で横長楕円形。花の後に果てを結び、劣化して卵型の種子を飛散させて繁殖する夏季。夏季は5月から11月頃。アメリカ合衆国中部アルゼンチン原産であるが、古くから世界の熱帯亜熱帯各地に広がり野生化している。日本には19世紀後半の明治年間にラ来し、園芸用に栽培されたが、一出の結果、現在では、 天見群島、大東諸島、琉球諸島では、二十歳や現夜に広く自生し、小笠原諸島にも帰化している。和名の症状は、赤い津島、中国由来の創造上の動物である症状の赤い、顔に例えたものである。茎は、草質で気分のみ木質化するが、その度合いは禁煙種のポインセチアほどではなく、この違いが症状層と症状木の名称の由来で、ある。英名では、 ファイヤーザマ運転の故障があり、同じ東大草族の初雪草が、スノーオンザマ運転と呼ばれるのと対応なしている。ありがとうございます。